当局間の対話を停止する考えを示しました。これはおととい、蔡総統が就任演説で一つの中国について言及しなかったことを受け、対抗措置を取った形です。当局間の対話は2年前に中国で閣僚級の会談が行われて以来続けられてきました。中国政府は台湾の蔡総統に一つの中国の認識の受け入れを強く求めていますが、蔡総統は受け入れないとみられていて、当面中台関係は冷え込むものとなります。あ、質問をいただいた。開幕前に1ヶ月半となったリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックのチケットのデザインが20日公開されました。チケットのデザインは2012年のロンドンオリンピックと同じアメリカのデザイン会社が手掛けました。競技ごとに異なるイラストが描かれ、どの競技のものか一目で分かるようにデザインされています。開会式と閉会式のチケットはエンブレムが大きく描かれたシンプルなものになっています。またチケットの売り上げ状況について、大会組織委員会は全体の 67% にあたる400万枚に達したと発表しました。しかし未だ200万枚が売れ残っている状態です。以上、ニュースをお伝えしました。おはようございます。今日は強い日差しで各地、それでは天気予報です。今日も広い範囲、今日は北海道から九州にかけて晴れます。天気が崩れることはない見込みです。沖縄は雨が降ります。そして激しい雨です。気温です。30度くらいまで上がるところが多くなります。北海道は札幌で28度、東北では30度以上の予想で、この時期としては記録的な暑さが強くなります。週間予報です。この先火曜日まで全国的に晴れるでしょう。沖縄も冬の晴れ間がありそうです。水曜日と木曜日は広い範囲で曇りや雨になります。パリからカイロに向かう途中、地中海に墜落したエジプト航空機の残骸の映像が公開されました。エジプト軍が21日に公開した映像には、エジプト航空と書かれた機体の破片や壊れた座席の一部、そして救命胴衣や乗客のものと思われる荷物が映っています。またエジプト政府は、遺体の一部がアレクサンドリアの北290キロの地中海で見つかったとしていて、さらに捜索を続けています。一方、フランスの航空事故調査局は、墜落直前に機内で煙が出ていたことを示す情報を確認したと発表しました。当局は原因究明に向けてフライトレコーダーなどの回収を急ぐ。今日日曜だからお休みください。勝手に早く行くと、え、勝手にお休み行く。うん、今日は日曜日ですから行くところがありません。そうだ、東京を食べてみる。東京を食べてみる。コメコーラを味噌キャベツ。他にない人の飯の上に。この世でこれほど飯に合うものがあるだろうか。どんぶりカモン。肉味噌キャベツ。クックルー今日もだな。飯がどんどん。あそこは良くなってるらしいですか。二つの間違い分かるかな。正解が分かっても分からない。ドルジェブスと必ず見られます。アクアクララ。銀河あたり素早く汗を解き放つ驚異の境地、世界最高水準ドライイエック。心地よく美しくスポーツウェアを変えていく。ユニクロスポーツ。暇だな。おいしくなってカブーと果汁したがおと、このボディを持つすべてビタミン B6。
ミシュランガイド旅まあとにかく次から次へと止まらないですね。で、石尾さん、まずはその、ちょっと細かく言いますか、中古車2台、政治資金で買っていて、それぞれ品川ナンバーと湘南ナンバーで、1台は岩川でかかっていた。